退職金と貯金は俺がもらう。お前は生活保護でも受けてろ。夫はそう言ってヘラヘラと笑った。結婚してから25年間、夫と義両親のために尽くしてきた私にこんなことを言ってくるなんて、恩知らずの最低な夫に愛想を尽かした私。わかりました。だけど後悔しないでくださいね。私の名前はのぞみ、55歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して約25年になる。だがここまで長く続くとは思わなかった。それくらい私の結婚生活は大変だったと思う。私たちの出会いは仕事関係で、当時私が働いていた会社によく営業に来ていたのが夫だった。夫は一生懸命に営業をしていて、仕事にひたむきな姿に私は惹かれていた。そしてそれから取引を行うようになり、彼は私たちと一緒に仕事をするようになった。その時に距離が縮まっていき、私たちは二人で飲みに行ったりするようになる。彼は私に積極的にアプローチをしてくれて、私もどんどん好きになっていって付き合うようになった。夫は仕事の時は爽やかで優しくて、みんなに対しても下手に出ていたのだが、プライベートでは男らしくて、どんどん引っ張っていくタイプだった。私はそれが当時はかっこいいなと思っていたし、その仕事と家庭でのギャップにやられていた。それから私たちは順調に交際を続けていき、彼からプロポーズをされて結婚することになった。そしてすぐに私たちはお互いの両親に挨拶へ。私の両親は夫のことをとても気に入っていた。夫は私の両親に対しては仕事の時のように爽やかモードで接していたのも理由としてあったと思う。その時は夫が親に気に入ってもらえてすごく嬉しかった。幸せな結婚生活を送れるだろうなと私は思っていた。だが私のその思いは彼のご両親に挨拶に行った時に打ち砕かれることになる。はじめまして、のぞみと申します。私は丁寧に彼のご両親に挨拶した。だが彼のご両親は私を冷たい目で見てきた。あなた何歳なの？随分と年を取っているように見えるけど。さ、30歳です。そんなんで子供が産めるのか？え？20代じゃないと子供を産めないだろう。義両親は子供について気になっていたみたいで、私は年齢的なこともあり難色を示されていた。私は夫に助けてほしかったのだが、夫は「まあまあ多分大丈夫でしょ」と適当に言うだけだった。本当なら子供を産む産まない関係なく結婚をしたいときっぱりと宣言してほしかったのだが、夫は義両親に対してあまりきつく言えないようで適当に流していた。それでもまだ私は夫のことが好きだったので、そのまま結婚をした。だが結婚してからすぐに義両親は「妊娠はまだか?」と何回も私に聞いてきた。しかも夫は結婚後に義実家近くのマンションの部屋を勝手に借りてしまったのだ。私はどうしてそんな勝手なことをしたのかと聞いた。すると夫は「俺の実家が近い方がいろいろと便利だろ」と言ってきた。お前は専業主婦なんだから俺の実家の手伝いとかしろよ。母さんたちの機嫌を損ねるようなことをしたら許さないからな。夫は結婚した途端に態度を豹変させた。付き合っていた頃に見せていた優しい雰囲気は一切なくなっていたのだ。どうやら男らしいと思っていた部分は亭主関白であることとつながっていたようだ。私はそのことに結婚前に気づけなかった。だが時すでに遅しで、私はもう夫と結婚してしまっていた。それからは夫は明らかに態度を変えて亭主関白になった。そして義両親は私に孫はまだかとプレッシャーをかけてきたり、家事を無理やりやらせたりしてくる。
とんでもないところに嫁いでしまったと私は思ったが、たった1、2ヶ月で離婚をするのはやっぱりできなかった。そんな短期間で離婚をしてしまっては、周りからなんて言われるかわからないし、親が悲しむと思った。今となっては、親からしたら娘が幸せを感じて生きていてくれる方が嬉しいとわかるが、当時はそういういろんな目を気にして、勇気が出せなかったのだ。それからというもの、私はひたすら耐える日々を過ごした。3ヶ月、半年と経っても、まだ離婚には早いと思った。だが結婚して1年が経った頃、私は妊娠をした。これには義両親も夫も喜んでくれて、私にでかしたと言って、褒めてくれた。その後は少しだけだけど、私に対して優しく接してくれていたと思う。あまりに理不尽すぎる要求はしなくなっていたのだ。しかしそれから月日が経って、私のお腹の中の子が女の子だとわかると、また態度がひどい頃に戻った。私たちは後継となる息子を産んでほしかったのに、何をやってるのよ。まったく、とことん期待外れな嫁だ。年いってるんだから、一発で決めろよな。私はさすがに絶句した。どうしてこんなにも責められなければならないのだろうか。自分たちの子供が生まれてくるというのに、ひどすぎる言い方だ。私だけは絶対にこのお腹の子を大事にしよう。そう心に決めた。そして生まれてきた我が子。娘には舞と名付けた。娘はとても可愛くて、天使のように思った。夫は一応責任感から、娘のことを多少は可愛がってはくれていたが、義両親は一切娘には近づこうとはしなかった。親戚の集まりなどで、親戚たちが、可愛いお孫さんね、と言っても、そうね、そういえばそんなことよりも、とすぐに話題を切り替える。あからさまにそんなことをする義両親は、本当に大人げなかった。娘は成長していくにつれて、自分が父方の祖父母から好かれてはいないことを理解したようで、義実家に行くのをとても嫌がるようになった。私も嫌だったので、夫に娘があまり義実家に行きたがらないから、ここでお留守番をすると言い、私と娘は義実家になるべく行かないようにした。夫は最初こそ怒っていたものの、小さい娘がぐずるのを見るのが疲れたのか、何も言わなくなった。この時は娘に、とてもありがたいと思ったものだ。義両親と関わる機会が減ると、私はすごくストレスが減って、心が軽くなった。やはり相当精神的にきつかったのだろう。それからしばらくは平和だった。娘はすくすくと成長していき、勉強を頑張って、レベルの高い高校に進学した。私は娘の頑張りがすごく嬉しかったし、たくさん褒めてあげた。お祝いにお寿司を食べにも行ったし、ご褒美に携帯電話を買ってあげた。だがこういう時ですら、義両親と夫は面倒くさかった。あなたが高校に合格できたのは、マサトの頭のいい遺伝子を受け継いだからよ。自分の力で成功したなんて思わないことね。そもそも私たちは女の子を望んではいなかったんだ。男の子なら進学校に行っても喜べるが、いずれ誰かに嫁ぐ女の子が、いくら勉強を頑張ったところで無意味だ。義両親は、そんなことを娘に向かって直接言ったのだ。これにはさすがの私も耐えられなかった。ちょっと、いい加減にしてください。舞は一生懸命に勉強を頑張っていたんです。それを否定するだけでなく、傷つけるようなことを平気で言って、あなたたちに人の心はあるんですか。私は娘を守る一心でそう叫んだ。だが私一人では、義両親と夫に対抗することはできなかった。すぐさま夫は、俺の親に向かってなんて口を聞くんだ、と怒鳴った。義両親もすぐ夫に加勢する。本当に信じられない女だね。一体どういう教育を受ければ
あんたみたいなのができるんだ。私にまでひどいことを言ってくる義実家の人たち。だが私は彼らと縁を切ることができなかった。それは私に経済力がなかったからだ。この時の喧嘩で夫は、そうやって生意気な態度をとっていると、高校の学費を出してやらないぞ、と言い出したのだ。さすがにそこまで言い出すとは思わず、私と娘は絶句した。それは困ると言うと、夫は、だったらお前は態度を改めろ、と私を叱った。私は娘のために、ただ夫と義両親に謝ることしかできなかった。夫と義両親は頭を下げる私を見て、勝ち誇った顔をしていた。それからは完璧な主従関係が出来上がったと思う。どんなに理不尽な要求をされても、娘の高校の学費の支払いをやめると脅されたら、従うしかなかった。この頃は本当にきつかったと思う。義両親と夫は好き勝手言ってきては、私をこき使ってきた。働いて自立したいと思っても、一切それを認めてくれない。最終的に、娘の高校の学費を脅し道具として使ってくる。だから正直言って、娘が高校を卒業するまでの3年間は、苦痛で仕方がなかった。娘はその後、大学には行かずに就職をした。そしてもう社会人になったのだからと、娘は夫に追い出されてしまった。私はまだ娘と一緒に暮らしたかったのに、本当に自分勝手な人だ。でも娘をこの理不尽な家族から解放できてよかったとも思った。私だけが辛い思いをすればいい。そんなことを思った。だが娘が自立すると、今度は義両親がさらに厄介な存在になった。それは義母が足腰を悪くしてしまい、介護が必要になってしまったことだ。夫は問答無用で私に介護を押し付けてきた。介護は嫁の仕事だ。どうせ専業主婦で暇してんだから。嫌だったら離婚な。夫は今度は離婚をちらつかせて、私に介護を要求してきた。ずっと働かせてもらえなかった私は、いきなり離婚をされても生きていけない。実家に頼ろうと思っても、私の実家にはすでに兄夫婦が同居をしており、私が帰っても住む部屋がない。そして長年夫や義両親に虐げられて、私は逆らう気力がなくなっていたのもあると思う。私は言われるがままに、義母の介護をするようになった。だがそれは地獄の日々だった。義母は毎回私に対して罵声を浴びせてきた。もっと優しく扱わんか、このボケ。私に怪我を負わせる気か。なんだと、私の妻に怪我を負わせるだって。それじゃあ警察を呼ばなきゃいけないな。ちょっとやめてください。悪いことをしたらすぐに通報するからな。義両親はそうやって私を脅すようなことを言ってきて追い込んでいった。どうして私ばかりこんな目に遭わなければならないのだろうか。私は毎日心がすり減っていった。そして夫は夫で相変わらずの亭主関白ぶりだ。おい、なんだこの飯は。適当なもの作ってんじゃねえよ。ごめんなさい、お母さんの介護をしてたらなかなか時間が。おい、言い訳をするな。そう言ってテーブルを叩く夫。私はビクッと体が震える。いつだって離婚をしても俺は構わないんだからな。日中は義両親に、夜は夫に怒鳴られる日々。私はどんどん精神的に疲れていった。見た目に気を使うこともできず、私はどんどん顔が老けていった。きっと同年代で見たら、かなり老けている方に見られると思う。夫には、お前は本当に女を捨ててるな、と馬鹿にされた。だが言い返しでもしたらまた面倒なことになるので、聞き流すことしかできなかった。そんな中、久しぶりに娘が実家に帰省してきた。舞、久しぶりね。
お母さん、やっぱりこの家での生活つらいよね。え？とても疲れた顔をしてる。私、絶対にお母さんのこと迎えに行くから、待っててね。娘は力強くそう言って、私の手を握ってくれた。本当ならそんな負担になるようなことしなくていいと、母親として言ってあげるべきなんだけれど、私にはそんな余裕がなかった。そして娘の言葉は、私にとっての希望の光となった。ありがとう、舞。私、待ってるわ。私がそう言うと、娘は目を輝かせて、任せて、私頑張るから、とまた力強く言ってくれた。その後、いつもの日常に戻り、私はいつも通り義両親と夫にこき使われる日々を過ごした。だけど娘が私のことを思ってくれて、迎えに来てくれると分かっているだけでも、だいぶ心が楽だった。それから一年ちょっと、私はこの辛い日常を過ごしていった。そんな中、ある日夫がいきなりこんなことを言ってきた。俺、会社を辞めるから。え？ちょっと待ってよ。あなたまだ58歳じゃない。60歳で定年退職できるのに、なんで辞めるのよ。うるせえな。俺が辞めると決めたんだから文句言うな。そして夫はさらに驚きの発言をした。退職金と貯金は俺がもらう。お前は生活保護でも受けてろ。夫はそう言って、ヘラヘラと笑った。どういうこと？わかんねえのか。お前はここから出ていけって言ってんだよ。そんな。そもそも女を捨てたババアのお前と毎日一緒にいても退屈なんだよ。俺の視界から消えろ。結婚してから25年間、夫と義両親のために尽くしてきた私にこんなことを言ってくるなんて、この人にもう容赦する必要はないな。恩知らずの最低な夫に愛想を尽かした私。わかりました。だけど、後悔しないでくださいね。私がそう言うと、夫は、後悔？するわけないだろう、と鼻で笑った。私はそれを横目に見ながら、荷物をまとめた。実家にでも帰るのか？お兄さん夫婦が同居してるのに厄介になるなんて、お前はひどいな。そうやって馬鹿にしてくる夫。だが私には他に行くあてがある。それは娘のところだ。実はつい数ヶ月前に、娘は私に連絡をくれていた。お母さん、お待たせ。もう一緒に住めるよ。え？でもまだ働き始めて2年も満たないじゃない。それじゃあ給料だってまだ低いでしょ。大丈夫。私、今副業してるから。え？もともとパソコンの勉強を独学でずっとやってたから、プログラミングや EB デザインの知識と能力を身につけていたの。それで就職してからちゃんとしたパソコンを買って、フリーランスで仕事を少しずつ増やしていったの。結構稼げるようになったから、お母さんと一緒に暮らすことは可能だよ。舞、すごいわね。尊敬するわ。お母さんこそ本当にすごいよ。あんなモンスターたちの中で、弱音を吐かずにすごく頑張ってると思う。だけどそろそろ自分で自分を解放してあげて。私は涙が出るほど嬉しかった。だがすぐには娘のところには引っ越さなかった。娘と一緒に住めると分かっただけで、私はもう少し耐えられる気がした。できれば財産分与をもう少しもらいたいと思っていたのだ。あと2年はきついかもしれないが、夫の退職金が出るまではと思った。だが夫がいきなり会社を辞めると言ったので、私が娘の元に行くのも早まったというわけだ。むしろ夫には感謝したいほどだ。私はウキウキしながら娘のところへ行った。お母さん、よかったね。舞、これからよろしくね。うん、お母さんと二人で暮らせて嬉しい。
そして私はすぐに弁護士を雇い、夫の職場に内容証明を送った。夫は内容証明を見たのか、すぐに私のスマホに連絡が入ってきた。おい、お前何をやってるんだ。辞める直前なのに内容証明なんて送ってきやがって。声を荒げて怒鳴ってくる夫。今までの私ならビビってしまっていただろうが、もう負けない。だって家に送っても、あなたは郵便物を見ない可能性があるじゃない。だったら職場に送った方が確実でしょ。ふざけんな。俺に恥をかかせやがって。私は夫の発言を聞いて笑ってしまった。確かにもう辞める人宛に内容証明なんて届いたら、周りからしたら随分と夫が訳ありだと思うだろう。それに私は実はとある事実を知っていたので、余計に笑いが止まらなかった。おい、何笑ってんだよ。ごめんなさい。だってあなたは自ら辞めたんじゃなくて、早期退職を迫られたんでしょ。どうしてそれを。あなたの上司の部長さんとたまたま街でお会いして話を聞いたのよ。実質リストラされたあなたのもとに内容証明なんて届いたら、職場の人たちはあなたを裏でバカにしてるでしょうね。ダサすぎて笑えてくるわ。ふざけんな。お前だって俺と離婚されたら生活が困るだろ。退職金は全て俺がもらうからな。そのように叫ぶ夫。だが私だってここで言いまかされるわけにはいかない。そんなことはさせないわ。私は弁護士を雇ってあなたにきっちりと財産分与をもらうし、今までのモラハラによる慰謝料も請求するから。はあ、弁護士。お前のどこにそんなのを雇う金があるんだよ。舞が立て替えてくれるのよ。舞が。高卒のあいつにそんな金ないだろ。貧しい思いをさせてまで俺から搾取しようってか。最低だな。詳しくは教えないけど、あの子副業もやってるから収入はかなりいいのよ。今のあなたと同じくらいか、それよりも上ね。嘘だろ。あなたが信じるか信じないかはどうでもいいけど、私は裁判になっても戦うからね。モラハラについては、私毎日辛い日々についてをはけ口の代わりに日記に書いてたんだけど、それが証拠になるみたい。あなたから慰謝料をもらえるそうよ。そして退職金も今まで貯めたお金もきっちり半分もらうから。私はあなたとあなたの親のためにそれだけ尽くしたんだから、もらえるものはもらえるまで戦うわ。そして私がいなかったら、あなたたちはまともに生活もできないことを分からせてやるわ。私がそう叫ぶと夫は、ひっと小さな声で言っていた。私は気にせず電話を切り、それからのことは弁護士に任せた。弁護士さんはとても優秀な方で、夫に対して離婚を認めさせ、そして慰謝料と財産分与の話もしっかりとまとめてくれた。こうして私のもとにはまとまったお金が入ってきた。娘とは一緒に暮らしていて、最初は養ってもらう形だったが、私もパートに出て家にお金を入れるようにしている。ちなみに元義実家はかなり悲惨なことになっているらしい。元夫は財産分与によって手元に残るお金がかなり減ってしまい、さらには義両親からは働いてないのなら介護をしてほしいと言われて、元夫が義母の介護をしてるんだとか。だが元夫は家事や介護は点でダメで、ある日元義母に大怪我を負わせてしまったそうだ。その結果元義母は長期入院となり、元義父は大激怒。元夫に治療費と入院費を支払えと言い、元夫は一気にお金がなくなったそうだ。だが元義父は元義父で、今回のことで元夫との関係性が悪くなり、家事をする人が誰もいなくなり、元義父はまともな生活ができなくなっているそうだ。
元夫からそういった内容をぐだぐだと説明された上で、復縁したいという電話が来ていたが、復縁は絶対にない旨と、次私や娘の前に顔を見せたら、警察に通報するということを伝え、私は元夫の番号を着信拒否にした。それから元夫がどうしているかは知らないが、間違いなく、一人寂しく貧しい生活を続けているのだろう。一方、私は娘と一緒に毎日楽しい日々を過ごしている。新しい服を買ったり、化粧道具も新しく揃えて、見た目をきれいにして、二人で休みの日にカフェや食事をしに行っている。これからも私は娘との時間を大事にしながら、これからは幸せに生きていきたいと思う。そうやって私に面倒ごとを何でも押し付けてくるのが嫌なのよ。協力し合わないなら介護はあなたがしてちょうだい。いいから黙って面倒見ろ。嫌なら離婚だ。この言葉は首の皮一枚つながっていた私と夫の関係を完全に断ち切った。もうこの男とは一緒にいられない。わかったわ。じゃあ離婚で。私の名前はのぞみ、32歳の専業主婦。夫のまさとと結婚してもうすぐ4年になる。私たちはもともと同じ会社で働いていた同僚だったのだが、結婚を機に私は寿退社をして家庭に入った。幼い時に両親が離婚してしまい、私は母に引き取られて母子家庭で育ったのだが、夫はそんなことを全く気にすることもなく、私をとても大事にしてくれた。夫は私よりも2歳年上で、役職に就いていたので給料は安定していた。結婚当初は甘い新婚生活を過ごしていたと思う。もともと結婚願望が強かったし、両親が離婚していたこともあって、私は平凡な夫婦に憧れていた。だから家庭に入ったのもあるかもしれない。家事に集中して稼いでくる夫を立てて、それが幸せなんだと思っていた。夫はたまに亭主関白的なところもあるけど、それなりに幸せに過ごしていた。だがつい最近、夫が思わぬことを話し始めた。ちょっといいか。何？どうしたの？母さんが一緒に住みたいって言ってるんだよ。え？父さんが亡くなって2年が経つだろう。そろそろ一人暮らしが大変らしくてな。母さんももう65歳になるし、持病もあるから心配なんだよ。だから俺たちで世話してあげたいと思ってるんだ。私はまさかの提案にびっくりした。義父に先立たれて一人暮らしをしている義母が我が家に住みたいと言ったそうなのだ。母さんが足を悪くしているのは知ってるだろう。家に一人だといろいろと不便だし、不安なことも多いそうなんだ。どうやら夫は義母を迎え入れたいようだ。持病のことは知っていたし、義母のことは私も気にかけていたが、まさか同居を申し出られるとは思いもしなかった。私は悩んだのだが、夫から何度も強くお願いされたこともあり、ひとまず義母を迎えることにした。同居が決まると、義母はまるで準備でもしていたかのように、それまで住んでいたマンションを解約し、私たちが住むマンションにやってきた。こうして始まった義母との同居生活。私は義母に対してはもともと悪い印象はなかった。頻繁に義実家に行っていたわけではないけど、盆とか正月とかに遊びに行った時は私に優しくしてくれた。だから同居しても問題はないだろうと思っていた。しかしいざ同居が始まると、義母は今まで見せなかった本性を出し始めたのだ。のぞみさん、お金を貸してくれる？え？どうしてですか？お友達とお茶しに行くのよ。私は無職だからお金がカツカツでね。いや、でもお母さん、年金もらってますよね。それにお父さんの遺産や、実家を売ったお金だってあるじゃないですか。何？あなた、姑に友達と遊びに行くなって言うの？いや、
そういうわけじゃないですよ。でもこの前にお母さんが欲しいって言ってたバッグもうちの家計費から出したばかりじゃないですか。何よ、ケチくさいわね。お茶代くらいいいじゃないのよ。マサトに言うわよ。そもそもあなたは専業主婦なんだから、お金を出しているのはマサトじゃない。確かにそうだ。でも私は夫から家計の管理を任されている。だから私がしっかりしないと、いずれ義母の浪費癖によって私たちの生活が大変になりそうだ。そもそもお母さんは足が悪いんですから、あまり外に出歩かない方がいいと思うのですが。あなた、ああ言えばこういうのね。本当に融通の利かない女だわ。そう言って怒りながら自室にこもってしまった義母。どんなに義母が私に腹を立ててもこればかりは譲れない。しかし義母は夫のことを味方につけたようだ。おい、のぞみ、お前母さんに対して何やってんだよ。え？母さんがお友達と遊びに行くのを禁止してこの家に監禁しようとしてるって聞いたぞ。何よそれ、私はそんなことしてないわ。この前のバッグのお金も返してもらっていないのに、お茶代を貸してほしいって言ってきたから断ったのよ。はあ？なんでお前が勝手に断ってるんだよ。この家の稼ぎは全部俺が働いて得たものだ。だから金をどう使うかは俺が決めるんだよ。お茶代くらい渡せよ。わかったわよ。義母はニヤニヤしながら、ほら、言ったじゃないか。お金を出してるのはマサトだって、と私に言ってきた。それじゃあ5000円ちょうだい。え、お茶代に5000円ですか？どれくらいかかるかわからないだろう。だったら多めに持っていくのが普通じゃないか。いや、でも。いいから、母さんに5000円をあげろ。まったく、お前がここまで臨機応変に対応できない嫁だとは思わなかったよ。はあ、私が悪いっていうのか。お前は自分の母親を甘やかしすぎなんだよ。マサトも苦労してるんだね。よし、私が一肌脱いで嫁を教育しよう。え？母さん、本当か？それは助かるよ。マサトのためだもん。全然いいよ。なんだこいつら。私は義母の本性だけではなく、夫がマザコンだったことも今回の同居を機に知ることになったのだった。夫から許可を得たことで義母は調子に乗り、ますますひどい態度を私に取るようになった。私の料理がまずいとか味がないとか言って文句をつけてきたり、掃除機の音がうるさいとか洗濯をするタイミングにケチつけてきたりと、とにかく私の家事についてあれこれ言ってきた。きっと私が何をやっても気に入らないのだろう。さらに自分はいつまでもお客様気分でいるようで、家事を手伝うことなど一切ない。洗濯物を干すとか食べた食器を洗うとかやってくれると助かるのだが、私がどんなに頼み込んでも病人をこき使うなの一点張りだ。私がいくら言っても最終的に夫に助けを求めて私を悪者扱いしてくる。結局夫が私を怒って私が苦い思いをするという構図が出来上がってしまっているのだ。まさにこれが嫁いびりか。義母の態度は相変わらずひどいし、夫は義母の発言を鵜呑みにして私をダメ嫁扱い。あんまり母さんを困らせるならお前のこと捨てるからな。そんな発言までしてきた。義母は夫に怒られる私を見ていつもニヤニヤしている。一体私が何をしたというのか。義母に対して私がひどい態度をとったり意地悪をしていたならわかる。でも私はきちんと家事をしてるし、家計を管理して夫や義母に栄養バランスの良い食事を与えているし、普通に接している。それなのに嫁というだけでこんなにも意地悪をされるなんて耐えられない。気づけばこんな状態が約半年間も続いた。
義母からの嫁いびりにストレスがたまってしまった私は、とうとう胃潰瘍を患ってしまった。当初は近所の診療所で見てもらっていたが、入院が必要になってしまい、町中の大きな病院を紹介され、そこで入院することに。私が入院したことを知った実家の母は、家から遠いのに毎日のように見舞いに来てくれた。生きた心地がしなかった日々を過ごした結果、私は体調を崩して入院する羽目になってしまい、私はかなり落ち込んでいたが、母が毎日来てくれたことで私の心も少しずつ癒されていった。一方で夫と義母はなかなか見舞いにやってこない。結局、私は2ヶ月という長期間入院することになったのだが、その間に2人が見舞いに来たのは1回だけだった。しかも私が入院期間を告げると、なんだよ、そんなに長く家にいないのかよ、使えねえなぁ。と夫は言い、義母も、全く、根性が足りないのよ。私の方がよっぽど体が悪いっていうのに。と悪態をついてきた。この人たちは私のことを何だと思っているのだろうか。しかも二人はその後に母が見舞いにやってくると、そそくさと帰っていった。挨拶もちゃんとせずに去っていく姿を見て、私は義母はもちろんのこと夫にも失望した。あんな人たちと退院後にまた一緒に暮らすと考えるだけでゾッとする。もしかしたら入院期間が長かったのも、そんなことを考えてしまっていたからかもしれない。その後、私はようやく退院することになった。夫に連絡すると、わかったと言って車で迎えに来てくれた。一応こういう優しいところも残ってはいるんだなと思っていると、お前がいない間、マジで大変だったわ、と夫が言った。話を聞くと義母は夫の前でも、足が痛いから今日は料理は作れない、とか、休みたいから掃除と洗濯をしてくれ、とか言って、全部丸投げしてきたそうだ。そのため夫は仕事後や休みの日に家事をしなければならず、休む暇がなくて本当に大変だったらしい。私は少し嬉しかった。夫が家事や義母の相手の苦労を分かってくれた。これなら何でもかんでも義母の味方をすることもなくなり、私の言葉に耳を傾けてくれるだろう。実際、私が家に戻ってから、夫は私に優しかった。義母が理不尽なことを言ってきても、母さん、そんな言い方はやめろよ、と注意してくれた。義母は悔しそうにし、しぶしぶ夫の言う通りにしていた。私が嫁いびりに限界を感じて入院する羽目になった時は本当につらかったが、こうして状況が変わっていったのならよかった。まあ、本当は入院なんかする必要がなく夫が変わってくれたらよかったのだが。だが、そんな中でまた状況が変わってしまった。義母がお友達とお茶をした帰りに駅の階段で足を踏み外してしまい、怪我をしてしまったのだ。幸いその時の怪我自体は大したことなかったのだが、結果的に足の持病が悪化し、日常生活にかなりの支障が出る状態になってしまった。そして要介護の状態になると医師から告げられたそうだ。当面の間、義母は入院することになり、自宅に帰った夫は私と今後について話し合いがしたいと言い出した。この時は、夫が私と協力して義母の世話を一緒にしてくれるものだと思っていた。しかし、夫から出た言葉はそんな優しいものではなかった。母さんの介護頼んだぞ。え？日中に家にいるのはお前だし、女性がやった方がいいだろう。いや、ちょっと待ってよ。私にだけ、なんでそんな負担が降りかかってくるのよ。あなたも夜とか休みの日とか、介護をやってよ。俺は働いて疲れてるんだ。その後に介護なんてまず無理だし、休みの日は体力を回復させたい。だから家にずっといるお前がやるべきだろう。私はがっかりした。夫は何にも変わっていない。面倒事は全部私に丸投げ。
むしろ私が入院した期間に散々な目にあったから、意地でも義母の世話をしたくないといった感じだ。母さんの面倒、頼むぞ。そう言って話を終わらせようとする夫。ここで負けるわけにはいかない。そうやって押し付けるなら、私は介護はやらないわ。は？何言ってんだよ、お前。私の発言に苛立ち始めた夫。わがまま言うなよな。誰のおかげで生活できてると思ってるんだよ。そうやって私に面倒事を何でも押し付けてくるのが嫌なのよ。協力し合わないなら介護はあなたがしてちょうだい。私がこのように反抗すると夫はとんでもないことを言い出した。いいから黙って面倒見ろ。嫌なら離婚だ。この言葉は首の皮一枚つながっていた私と夫の関係を完全に断ち切った。もうこの男とは一緒にいられない。わかったわ、じゃあ離婚で。は？いやいや、お前何言ってんの？金も職も家もないのに。離婚したってお前はお先真っ暗だぞ。離婚なんてできるわけないだろう。どうやら夫は脅しのつもりで私に離婚を突きつけてきたようだ。だが私にはもう脅しでも何でもなく、ただの別れ話と化した。ご心配は無用よ。私、早速離婚届取ってくるね。おい、本気かよ。夫は明らかに動揺していたが、自分が下手に出るのは嫌だったのだろう。私が出かける準備をしても、そわそわしながらただ黙って見ているだけだった。私は役所に向かう途中で、ある人物に電話をしていた。あ、もしもし。いきなりごめんね。あの話ってまだ有効かな。うん、やっぱりダメだった。今から役所に行くところなの。ほんと、ありがとう。それじゃまた。その後、私は離婚届を取ってきて家に戻った。夫は相変わらずそわそわしている様子で、私が居間に入るとまるで犬のようにじっとこちらを見つめて動かずにいた。はい、離婚届。早速記入して。本気かよ。何？あんた、離婚する気もないのに、離婚するぞとか言ってたの？ダサすぎでしょ。私が挑発すると夫は顔を真っ赤にして怒った。いいだろう。お前がその気なら俺も容赦しない。最後の情けとして離婚を考え直していいと思っていたが、もうダメだ。お前なんかとは離婚してやる。いいからさっさと書いて。うだうだ言いながらペンを持たない夫に私が催促する。夫はドカッと椅子に座り、やけくそになりながら離婚届にサインしていた。ほらよ、本当にいいんだな。私はその言葉を無視して自分の欄を記入した。じゃあこれは私が出しておくから。そして荷物をまとめ始めた。その間も夫はずっとそわそわしている。私に離婚を踏みとどまってほしいのだろう。だけどもう限界だ。私は夫のことなど気にせずに荷物をまとめていき、そして数十分後に到着した母の車に荷物を積んだ。じゃあお母さんのお世話頑張って。私は最後に夫にそう言って家を出た。夫の何か言いたげな、でもプライドから言葉を出せないでいる微妙な表情をした顔が印象的で、私はドアが閉まった後にエレベーターの中で吹き出してしまった。私はすぐに離婚届を提出し、夫との離婚が無事に成立。その後、それから2ヶ月ほど経ってから、見知らぬ番号から電話がかかってきた。私は仕事に関係した電話かもと思い、とりあえず出た。すると電話の相手は元夫だった。一体何の用？なあ、のぞみ、いつになったら帰ってきてくれるんだ？は？何言ってるの？私たち離婚したんだよ。もう赤の他人なのよ。
そんなこと言わずに戻ってきてくれよ。お前だってずっと専業主婦だったからバイトくらいしかしてないだろ。仮にお母さんと一緒に住んでたって、母子家庭だから二人がバイトしてたって生活は厳しいだろ。別にあなたに心配されることじゃないけどね。頼むよのぞみ、帰ってきてくれよ。母さん、足の怪我による介護だけじゃなくて認知症にもなっちゃって、癇癪を起こしまくりで家の中がめちゃくちゃなんだ。俺がたくさん稼いでお前が家のことをやるっていう昔のような理想の夫婦生活をやり直そうよ。私は思わず笑ってしまった。あなたって結局自分が楽したいだけなのよね。残念だけど、私今友人の会社で正社員としてバリバリ働いているの。え？もともと持っていた英語スキルを買われて、今は海外の会社との取引を任されているわ。だから結構給料もいいの。多分あなたの給料が変わっていないなら、今の私の方が上じゃないかな。そんな。ってことで、私は住む場所もお金も仕事も何にも困ってなくて、むしろあなたやお母さんから解放されて超幸せなのよ。だからもう連絡してこないで。もし番号とか変えて連絡してきたら、すぐに警察に通報するから。おい、ちょ、待て。夫が何か言う前に私は電話を切ってやった。ちなみに私の元同僚で、現在も元夫と同じ職場の人から聞いた話だと、元夫は義母の世話のせいで家で体も心も休まらず、仕事でミスばかりを繰り返し、降格処分を下されたんだとか。しかし義母の介護費用は相変わらず高いので、辛い状況のまま収入が減るというさらに辛い状態になったとのこと。本当にざまあ見ろって感じだ。一方、私は順調にキャリアを積み、収入も上がった。今はちょっと高めの単身用のマンションで快適な独り身の生活を送っている。しばらくは恋愛はいいので、どんどん仕事に打ち込んでいこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。